グッドイヤー、グッドイヤータイヤラバーカンパニー、グッドイヤータイヤラバーカンパニーは、アメリカ合衆国のゴム、タイヤメーカー、フランク・セイバー・リングによって1898年に設立された。日、ブリジストン、フッツ、ミシュランと並び、世界で最大のタイヤ会社3社の一つであり、世界最大のゴム会社の一つでもある。本社は、オハイオ州、アクロンに位置する。 同社は下流ゴムの発明者、チャールズ・グッドイヤーにちなんでその名が命名されたが、グッドイヤー氏とグッドイヤー社に直接の関係はない。グッドイヤーは同社のロゴを書き込んだ飛行船により世界の至るところで知られている。飛行船は長年同社の航空士会社、グッドイヤーエアクラフトカンパニー、第二次世界大戦後にグッドイヤーアロスペースコーポレーションと改名される。 によって整備が行われた。子会社は1987年に、ジェームズ・ゴールド・スミス卿のグリーンメール攻撃、買収した株の高値買い取り要求によ、敵対的買収の結果、ローラルコーポレーションに売却された。セイバー・リングは、義理の兄弟から借りた3500ドルを頭金にして、最初のプラントを購入した。 グッドイヤー社は1898年8月29日に10万ドルの資本金で設立された。当初は13人の行員で自転車と馬車のタイヤ、低鉄のゴム詰め物、ポーカーチップの製造を行った。翼のついた足のロゴマークは1901年にセーバーリングが発案した。初めて登場したのはサタデーイブニングポスト紙の広告であり、セーバーリングは 自宅の階段の手すり柱にあったローマ紙のメルクリウス像からロゴを考案した。同年セバーリングはヘンリー・フォードが自動車レースに参加するにあたり、レース用のタイヤを提示した。1917年に自社のタイヤの性能証明を行うため、オハイオ州アクロンからマサチューセッツ州ボストン市に向けて、ウィングフットエクスプレス、ザ・ウィングフットエクスプレスを走らせた。 それは24日かけて、総派に成功した。1926年にグッドイヤーは、世界最大のゴム会社となる。1986年に、ジェームズ・ゴールド・スミス卿と投資グループが、敵対的買収を仕掛け、発行株式の11%を買収したが、翌年には、買収構成を回避し、グッドイヤーは買収防衛のため子会社の売却と、共に行を閉鎖し、 大規模なリストラを行った。同年カリフォルニア州からテキサス州に及ぶオールアメリカン石油パイプラインの完成を発表する。また、子会社のケディースプリングフィールド社がメリーランド州に新しい本部の構築を発表した。グッドイヤーは1999年に住友ゴム工業と包括的資本提携を結んだ。このため両社の持つグッドイヤー ダンロップのブランドについても、北米、欧州市場はすべてグッドイヤーが、アジア市場を、住友ゴム工業がそれぞれ製造、販売する形となった。これに伴い、グッドイヤーの日本法人である、日本グッドイヤー株式会社、1952年に100%出資の子会社として、設立は、1999年9月1日に、 グッドイヤーウィングフット株式会社に社名変更。新たに、住友ゴム工業と合弁会社として日本グッドイヤー株式会社を設立。そのため、当時国内生産品は住友ゴム工業にて開発から生産までやれていた。逆に、当時住友ゴム工業参加にあったダンロップタイヤ、イギリス法人にはグッドイヤーが資本参加しており、同社は グッドイヤーの子会社となった株式の75%を所有。残る25%は住友ゴム工業が引き続き保有。このため現在北米欧州市場で販売されているダンロップタイヤは基本的にすべてグッドイヤーが開発、生産したものとなっている。2014年2月にグッドイヤーが住友ゴム工業に対し提携解消の申し入れを行い、 合わせて国際商業会議所に仲裁を申し立てていたが2015年6月4日住友ゴム工業がグッドイヤーから約2 7 1百万メートルと約325億円を受け取ることで提携解消に双方が合意したこれに伴い2015年10月1日付で日本グッドイヤー株式会社はグッドイヤーウィングフット株式会社の100%子会社と なり、翌2016年3月1日、グッドイヤーウィングフット株式会社に吸収合併。同時にグッドイヤーウィングフット株式会社は、再び、日本グッドイヤー株式会社に、社名変更した。ただし、住友ゴム提携解消後も日本国内を含む、アジア市場向け製品の開発と製造、販売委託は引き続き住友ゴムが担当している。同社は、 モータースポーツにイーグルイーグルブランドで製品供給を行っている。会12話から参戦し、一時は独占供給、ワンメイクとなっていた。を最後に撤退するまで通算368勝を挙げており、これはタイヤメーカーとして会1で最多勝記録であり、2位のピリリ202勝に対して2倍、近い差をつける圧倒的な記録となっている。二千十八年末現在。 ちなみに1965年メキシコングランプリでグッドイヤーにとっての一勝目を記録したのはホンダのリチー・ギンサーであり1998年イタリアングランプリでグッドイヤーにとって最後の一勝を記録したのはフェラーリのミハイル・シューマッハであった2017年現在はナスカーでの活動がメインでナスカーナショナルシリーズ通称三大シリーズと呼ばれる モンスターエナジーなスカーカップシリーズ、エクスフィニティシリーズ、キャンピングワールドトラックシリーズはすべて、グッドイヤータイヤのワンメイクとなっている。スカイスポーツにおいては、レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦している、マイケル・グーリアンのチームスポンサーとなっている。日本では86、BRZ レースやビッツレースなどに参入している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。